はい、こんにちは。ただいま海遊館から、そうですね、南港橋に向いて、来た場所なんですが、ご覧いただいているのは、何でしたっけ、観覧車ですね。で、昭和学校に桜が咲いております。あれ、で、ちょうどですね、目の前にちょっと不思議な住友倉庫なんですけれども、ちょっと珍しいレンガ造りの、もう廃れていない倉庫になりまして、こんな感じで、ボロボロですね。なんか素朴でいいではないでしょうか。それでは今から海遊館の方に向かって、ちょっと桜の様子撮ってまいりたいと思います。